皆様こんにちは、タイムレスキッチンのお時間です。見てください、カモも越冬にやってきておりますよ。まだまだ寒い日々が続いておりますが、徐々に春の足音聞こえてきてまいります。見てください、この枝の先、もう花の芽がちょっと膨らんできておりまして、春ももう少し、本日のこのタイムレスキッチンのテーマ、健やかに体を整える、韓国の食の知恵を教わりに行きたいと思います。今回訪ねるのは料理研究家の李英林さん。生まれ育った韓国の家庭料理を伝えて40年。美味しいです。美味しいです。よかった。その味は料理研究家になった子どもたちにも受け継がれています。季節感あふれる李さんの料理に気づくのは薬食同源の知恵。食べ物は薬でもあり、旬の食材をバランスよく食べることが健康につながるという韓国の考え方です。今回李さんに教わるのも薬食同源の知恵が詰まった今の時期ならではの味。韓国の家庭料理の定番ナムル、早春の心と体をいたわる野菜たっぷりのメニューを教わります。こんにちは。こんにちは。はじめまして、谷原と申します。いつもね、はい、テレビで拝見してますけど、ありがとうございます。今日は本当にとっても素敵です。ありがとうございます。嬉しい。これ先生、暖炉じゃないですか。そうですね、あの息子の家族がね、よく来るので、はい、孫たちとね、ここで遊んでいます。家の中に火があるのってとても素敵ですね。それでね、あの敷いてお芋ね、焼き芋したり、ここで焼き芋食べました。ありがとうございます。これは金柑ですか。金柑茶。金柑と生姜とシナモンとね、はい、クローブ、胡椒も入ってるんです。なるほど。ほどほど煮込んだものですね。甘くてこう体の中にそのこうスーッと食堂から胃まで行くのか、じんわり温かさが広がってきますね。風邪を予防にも必ずこの今の時期は金柑茶をいただきますね。金柑茶、韓国はね、はい、お茶もおやつも薬食同源の考え方が基本ですね。食事だけではなくて、はい、お茶、おやつも全てに、はい、薬食同源とはね、はい、毎日食べる食事を通じて、うん、心も体も健康に保つことです。また体のバランスが崩れた時も食事を通じてバランスを整えることです。普段の暮らしから薬食同源を実践しているという李さん。キッチンの棚の中には乾燥させた食材がずらり。その日の体調に合わせてお茶にしていただくんですって。あれ朝鮮人参ですね。そうですね。で、夏目に菊。で、これはね、梅なんです。梅の花なんですか。はい、リラックスがあっていいでしょ、体に。これは木蓮です。この木蓮もお茶にします。疲れた時癒してくれるし、花、のお茶はね。今回李さんに教わるのは韓国の家庭の食卓に欠かせないナムル。素材によって調理法を変え、その持ち味を生かします。韓国はね、野草や山菜が多くて、旬の季節ごと旬の恵みをね、どんな野菜でもナムルにしていただきます。菜の花は苦味を生かしますね、はい、春に芽吹く苦味野菜は冬に眠っていたね、はい、体も味覚も目覚めさせてくれるんです。目覚めさせてくれる、はい、お塩もいいですか。塩を少し
入れて、はい、茎から入れます、はい、茎がちょっと太いのでね、茎から入れます。火が通りにくいから、はい、いつもこれどれくらい茹でればいいのかをすごく迷うんですね。これはね、はい、色がこう鮮やかな色に変わったら全体が、はい、空気をちょっと手でこう触ってみてね、弾力が残るくらいが一番、軽くまだ弾力残ってるぐらい、が美味しいんです。それでこれはね、水に取らないんです。水に取らないんですか、これ。水に取れたら水っぽくなるのでね、今のうちこうザルにね引き上げるんですね。早めにザルに引き上げるんですか、はい、そしたらこれで余熱で、硬いのも余熱でちゃんと火が取ってきますね。火が取ってきますね。やっぱりまだお湯の中にあるときには本当にまだちょっと硬さがあるぐらいでしょうかね。火が通り過ぎちゃうんですね。そうですね、ちょっと残ってるんですよね。こう柔らかくあまりならないんで、ちょっと単に、ね、あ、まだ硬さ残ってますね、はい、これがちょうどいいんです。冷ましながらもう火も通してるということなんですね。そうです、そうです、はい。こう粗熱が取れて冷めましたね、はい、冷めましたね。先ほど揚げたばっかの熱い頃はもうちょっと硬かったですけど、うん、はい、だいぶ柔らかくなりましたが、はい、これは出す切りですね。それではお願いします。あ、じゃあ私よろしくいただきます、はい、先生やらせ上手ですね。お願いします。はい、これこちらに入れてるんですか。はい、そうです。はい、はい、切らせていただきました。水ぎゅーっと絞ったりはしないんですね。これこれ開けといたから触ってみてください。はい、ちょうどいいぐらいですよね。あ、確かに先ほどこうザルに上げといたから余分な水分は全部下に落ちて、そうです、必要な分だけ残ってるんですね。そうですね。なるほど。これでお醤油、はい、お醤油はね、はい、醤油と、はい、この菜の花の香りはねよく合うんですね、はい、でごま油、ごま油、はい、ごまはね、はい、皮が硬いですので、はいはい、このまま入れたらね消化しないんですね、はい、そのままそれでごまを半分に、半分ぐらいね、こうすることで今ねつきたてのと同じように香りが出ますね。はい、これでお願いします。なるほど、これがあるとごますりきいらないですね、はいはい、あ、もう一気に潰れました。はい、はい、OK です。 OK ですか、はい、なるほど。はあ、そしたらねこう和えます。こう軽くね、手でやることでねこう、はい、感覚で分かりますね。全部が全部にこの味がね行き渡っている、混ざったかどうか、はい、はあ、手の感覚が一番大事です。じゃあ手が、箸ではこう和えるでしょ、こうよりも手で、手が入ることで馴染んだかどうかが分かる、はい、こうして今度盛る時もね、はい、ふわっと盛ります。あ、高さを出すようにふわっと、高さを出すようにふわっと、こうして盛るんですね。うん、美味しそうですね。さあ出来上がりました。次は人参ですね、はい、人参は今の春人参は甘いです、うん、甘さを引き出すために塩を少し振って炒めます、はい、あ、炒めるんですか、はい、油とね相性がよく合うので、うん、あ、そうなんですか。やっぱ皮は剥いた方がいいんですね。皮は剥きますね。これで斜めに切って、斜めに切って千切りにします。こうね、これは自然で長いのも短いのもある方が食べてもいろんな食感があって食べやすいし、盛り付けてもね、この方がふわっと空気感があって盛り付けも綺麗です。それではお願いします。雑でもいいと思いながらも、いやいやいや、もともとでもリエリンさんのお料理がお好きになったきっかけって何かあったんですか。そうですね、私は生まれ育ったのが韓国の、はい、南の島サイシュトですのでね、はい、サイシュト、はい、はい、海の幸、山の幸、自然の、ね、食材に囲まれて、はいはい、
母の美味しい料理を食べて育ちましたね。お母様の得意料理ってどんなのですか？今覚えてる美味しかったお料理。そうですね、寒い時、かっこら帰ってきたら雪が積もってる日にね、体重をね、火で、はい、あのスープを作ってくれた白いスープ。大豆のスープ。コンクって言うんです。コンク。コンがね、豆。コンが大豆のこと。クックはスープ。コンクク。コンクって言うんです。忘れないコンクです。それやっぱこう息子さんとかも作ってあげました、娘さんとかに、ね、コンクを。いつも作ってます。長男がね、フランス留学行って帰ってきて、うん、何が食べたいの？って言ったらね、うん、コンクが食べたいって私泣きましたね。あの焼肉とかいろいろ用意したのにね、コンクが食べたい。へえ、やっぱり。リエリーさんの中にお母さんの今後が残っているように息子さんにそれが残っているって嬉しいですね。炒めましょうか。はい、じゃあ炒めていきましょう、はい、お願いいたします。何で炒めていくんですか？これはね、ごま油です。あ、ごま油ですか、はい、炒めます、はいはい、これなぜ炒めるんですか？炒めた方がこう甘みが出て美味しいですね。あ、はい、うん、これしんなりして今塩をしました。それで甘みをね、はい、引き出します。あ、これでその子甘みを引き出していくんですね。さっきまではまっすぐな人参がだいぶ柔らかくなってきましたね。ここに行く。あ、ここら辺までまっすぐですね、はい、これがじゃあ均等にある程度丸くなってきたら、はいはい、OK な感じですか？はい、なるほど。これでいいです。これで OK ですか？はい、これで火を止めました。そしたら、はい、あのここのパッドをちょっと足してもらっていいですか？はいはいはい、こちらでしょうか？はい、こちらです。ここです。上、上、はい。あったあったあった。おお、上だ。大きさは？ここです。上、上、はい。あれ、すごい数ですね、パッドね。そうですね、これで。あ、火が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 。はい。これで、これはね、はい、パッドにこうして広げます。はい。水分が出てきて、まあ、出てきてね、水っぽくならない秘訣ですか？そうですね、炒め終わったらすぐにバットに広げて冷やしてあげる。そうですね、粗熱を取ります。ナムルがね、美味しくなるんです。ナムルを作るときってバットいっぱい使うんですか？たくさん使います。だからこんなにいっぱいある。野菜の分だけパッドがいりますね。こうして冷ますんです。でもこれがね、冷ましやすいし冷めやすいし、はいはい、で次はゴマですかね。ゴマです。こうひねってるんです。揉んであげるんですね、はい、振ってください。はい、振ります。いい香りしてきます、ね、いい香りしてきました。粗熱が取れました。はい、じゃあ盛り付けしましょう。はい、でもふんわりとこう、はい、そうですね、空気を混ぜるように。そうです。お、綺麗ですね。はい、はい、出来上がりました。出来上がりました。人参ナムルですね。続いてはごぼうで作るナムルです。冬の名残のごぼうでも、これから出回り始める新ごぼうでも美味しくいただけます。香りが強く野生にあるごぼうは甘辛く、砂糖と醤油、みりんを加えて炒め、こっくりと仕上げます。合わせるのはこちらも風味が強い椎茸、ごま油で炒めたものです。仕上げに白ごまをひねって加えます。ごぼうと椎茸のナムル、日本でいうきんぴらのような一品です。大根はみずみずしさを生かすため火を通しません。何砂糖ですか？まずは砂糖をまぶして揉み込み、10分間ほどそのまま置きます。ポイントは出てきた水分を捨てずそのまま使うこと。あとは酢、レモン汁、塩を加え、大根から出てきた水分となじませるだけです。糸唐辛子を添えてより美しく。大根の酢ナムル、出来上がりです。さあ、ナムル完成いたしました。すごく綺麗ですね、色が。
こんなにでもあのこう副菜に手間をかけるんですね。そうですね。で、それってこう大変だなと思われることとかってないんですかね、韓国のお母さんは。ないですね。例えばね、子供がこう顔色悪いなとか、はい、今日は疲れてるなって思う時でも、はい、薬よりも何を食べさせたらこの子が元気になるかを考えて料理をすぐって食べさせるんですね。これを食べたら体にいいように、薬になるように思いを込めて念じて食べさせるんです。その思いの結晶が一つ一つのこういうナムル野菜の副菜たち、ね、ということなんですね。じゃあちょっとこのほろ苦い春の到来を告げてくれるこの菜の花から、なんでしょう、この苦さを味わいますとなんかさーっと血がきれいになるような気がしますね。そうですね、じゃあ次は春人参。春人参、はい、春人参いきましょう。いただきます。この苦味の後の人参の甘さ、甘いでしょうね。とっても美味しいですね。ナムルは本当にシンプルですけどね、素材の気温が詰まって、素材をね、こう扱う気温が本当に詰まってるんです。そうなんですね。大切なのはね、素材と向き合うこと、野菜を頂戴を見ながらね、最善の調理法でね、美味しさを引き出す、それがナムルなんです。なるほど。それぞれの素材の向き合い方を堪能させていただきました。ありがとうございます。でもすごいね、素晴らしいです。今日ね、私も毎月よりジュースしてるんですけど、本当にね、こんな生徒さんが欲しいぐらい本当に素晴らしいです。いやいや、もうじゃあもうちょっと弟子にしていただきたいぐらいです。もう韓国の味を伝える仕事を今では子供たちに引き継いだ D さん。家族が揃うと今もよく作るという大切にしてきた味があります。それが大勢で囲んで楽しむチョンゴル。ビビンバのように色とりどりの具を混ぜて食べるこの鍋、韓国ならではの食文化が凝縮されています。味の決め手になるのがヤンニョム。その名の通り、薬味がたっぷり入った合わせ調味料です。体にいい薬になるように念じて使うことから、ね、念じて作ることから切れるんですね。これが薬になって効け、体に効いてくれって思いを込めてるジャンなんですね。そうですね。なるほど。醤油、はい、醤油が入りました。続きまして、お砂糖ですね。にんにく、ねぎ、長ネギですね。長ネギ、これも綺麗に四角に切り揃えてますね。コマ、これは唐辛子。唐辛子。コマはまたひねります。はい。もう自動的にこう出てくるようになりますね。はい、いやー、先生の料理最高ですよ。美味しいですよ。あ、もう困ってるわけないですね。はい。いやー、先生の料理最高ですよ。美味しいですよ。体にね、はい、聞け聞け、いよいよ、はい、はい、もういいよと。混ぜてください。はい、はい。はい、砂糖が溶けたら。はい、砂糖だいぶいいですかね。だからごま油です。はい。これお酒。あ、お酒ね、お酒も入りました、はい、さあちょっとこれ軽く先生味ちょっと見たりしてもいいですか、はいはい、うん、めちゃくちゃうまいですね。ヤンニョムジャンはね、この肉にヤンニョムを入れます。半分、半分、はい、味をじゃあこうなじませておくんですね、はい、下味をつけると。はい、はい、これぐらいでしょうか。はい、はい、これでこれをね、軽く手で、これもやっぱ手が馴染みするんですね、はい、ほぐすように、ふわっとほぐすようにヤンニョムも和えます、はい、肉は4箇所に盛りますね。お、4箇所に、はい、あとは野菜ですね。綺麗に切り揃えてますね。これは韓国はね、
五味五色、五味五色を揃えるのが韓国料理の基本です。はあ、それはね、甘味、辛味、酸味、苦味、塩味、5つの色はね、はい、赤、白、黒、青、黄色です。この五味五色を即時に取り入れることによって、はい、韓国の家庭では約束土建が実践されているんですよ。バランスが取れるということなんですか。そうです。綺麗ですね。葉っぱを少し上に乗せる。上に乗せてあげて、はい、あとは何かお願いします。絶対そう来ると思ってました。はい、やらせていただきます。ここに葉っぱを、はい、なるほど、こうしまして並びました。はい、できました。はい、真ん中空いてますね。はい、真ん中はね、後で卵を落とすんです。おー、贅沢。これは、あとはね、食卓でね、温める。ああ、なるほど。じゃあ火入れていいですか。そうですね、はい、強火で。中火。中火って。中火、はい。卵を入れます。はい、そうですね。残ったヤンニョムジャンを回し入れます。いい香りしてますね。うん、お湯をこう回し入れます。やっぱお水ではなく温かいお湯の方がいいんですね。はい、混ぜます。もう混ぜていいんですか。はい、これでもこんな綺麗なのになんか混ぜたらもったいないですね。あの、そうですね、これはね、混ぜる文化がない、ね、国では、はいはい、あのこう混ぜることで美しく思えないかもしれませんがね、これはね、宇宙を表現したものです。あ、ね、混然一体となるということなんですね。はい、五味五色を揃えたよりを混ぜて蒸発していただくことで、これで美味しくいただけるんですね。心も体も豊かになるんです。楽しいですね。楽しいですね。ヤンニョンジャン最高ですね。むちゃくちゃうまいですよ。食べてください。嬉しいです。いや、本当嬉しいです。半分ぐらいいただいたら春雨が入るんです。ここからさらに発展するんですね。はい、そうです。なるほど。うわ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 、ほらほらほら。いただきます。美味しそうに食べてますね。李さんの思い、谷原さんに伝わったみたいですね。食材を向き合って一緒に料理を作ってね、食卓の囲むことを、素晴らしさをね、これからもね、こう、この思いを伝えていきたいなと思っています。いや、でもそれ絶対お子さんとお孫さんに絶対受け継がれてると思います。今日はもう素敵な料理、美味しい料理ありがとうございました。ありがとうございました。